こんにちは。シンガーミラノのミラノ通信。今年2023年最終日でございます。はい、今日もありがとうございます。最多出演者、山口智さんをお迎えしての、シンガーミラノミラノ通信2023年ラストでございますが、本当に今日も楽しく50分ご一緒してください。よろしくお願いします。そしてですね、なんとちょっと予告でお伝えしてお知らせしていた斉藤哲夫さんですが、なんと風邪で昨日ご連絡いただきまして風邪をひかれてしまったということですので、今日は残念ながらお休みで来年に持ち越しということで、またお待ちしてますのでよろしくお願いします。ね、斉藤さんとはね、友さんもこの番組で私が斉藤哲夫さんの曲をいろいろもうしつこくしつこくね、毎週毎週のように流すようになって、そしたらまあライブもね出てくださることになって、まずは遊びにいらしてくださったんですよね。そして、10月29日のジェミニシアターではね弾いてくださり歌ってくださり、素敵でしたよね。ね、でその次の週かなんかに斉藤哲夫さんイエーイ見ててくださってますかで、なんかその次の週にね、四谷三丁目の メビウスでライブがあったんですが、その時あれ友さんがなんかこういい感じのギターを弾いてるんですよ。あれそれどっかで聞いたなと思ったら哲夫さんが弾いていたね、曲をちょっとポロリンポロリンと弾いてくださって、みんなそれがバンドのメンバー盛り上がってまして、また斉藤哲夫さん談義になりということでね、たくさん聞いてくださった方ももうちょっと聞きたかったとか涙が出たとかね、嬉しいお言葉をいただきました。なのでまたぜひこの山口智さんも交えてのね、3人でのこの番組お待ちしてますのでよろしくお願いします。まあ、私は何かと頼りにしている山口智さんを、まあ、今日ね最後に言っていただきますが、どんな1年でしたか今年は。今年やっぱりね、空白の3年間、ようやく終わって、やっと終わった感じですね。終わったって感じですよ ね、 だって終わりそうでまたってこう繰り返し ね、 もう絶望の淵に、ね、だいぶ心が折れること多かったですけど、折れましたよ ね、 まあそれがなんとか ね正常化してくれて、だいぶね良かったと思います。元通りになったような感じ、ね、まあね、まあ、だいぶ変わりましたけど、それでもね、世の中変わったけど、でもだいぶこのいろんなね、活気っていうか、活気は戻ったよね。ねえ、だって一緒にそのライブツアー決まって、あ、収まりそうだって言って着いたすぐ前日かなんかでしたっけ、すごいバーッとまたね、コロナが、すごいことになって予定立てらんなかったですよ ね、 そしたらもう寂しい寂しい初日を迎えましたよね。まあ結構厳しかったですね。ね、結構厳しかったですね。ちょっとあれはきつく、なんかやっぱりそのせっかく向こうでね、ライブハウスブッキングしていただいて、ね、あれでちょっと、ね、って感じですね。もう次の日から店閉めるって言ってたもんね。本当にね、それまでが本当に、あ、もうこれで収まるのかなっていう感じの時にそうでしたからね。まあ、そんなことは何回もありましたね。もう何回もありましたね。何回もありました。本当ね、もう先見えないし、ね、なくなっちゃうお店とかも、ね、ありますね。本当、あんな老舗がっていうお店もなくなりますね。まあまあね、結構あります。それで、まあそういうのがね、一応落ち着いてくれて、まあ今年の後半はまあだんだん、ね、まあ最初はやっぱりね、5類移行とかしてもなかなかすぐには ね、やっぱり変わらなかったけど、だいぶね、でも、年末になるしたのって ね、だいぶ変わりましたね。はい、盛り上がってきて、ね、まあ、クリスマスパーティーでね、ちょっと演奏をさせていただき、そう、パーティーっていうものが ね、パーティーとかイベントっていうものが本当3年間、全然なんか封印されましたから ね、ありそうでやっぱりなくなりましたっていうのはいくつもありましたよね。いくつもありましたね。本当そういったね、非常に暗黒時代っていうか、暗黒時代ですよね。暗黒時代でしたね。本当にね、それがね、終わってくれたの、心を平静に保ててたなぐらいな、保ててなかったのかもしれませんけどね。まあ結構ね、なんか後で
なんか本当空白ですよ ね。もうなんかよく思い出せないっていうか、そうですね、ちょっと思い出すのとちょっとまた辛くなるっていうか、そんな中にでやっぱりあの一緒にライブね、あのこうおなじみのメンバーでやっていただいてて、しばらく会えない時にじゃあ配信やってみようって言って、そうですね、集まれた時のなんかで音を出した時のね、なんかすごい私はもうジーンときた ね、本当ね、あれはね、とにかくね、集まって演奏することは全くなくなっちゃった時は、まあね、本当衝撃でしたよ ね。でやっぱりこうあの動画とかってズレがあるじゃないですか、音もね、そうそうこうあの YouTube とか、あの、まあ、YouTube はあれですけど、あの Facebook なんかで動画載せててもなんとなくやっぱりその違いますもんね。だからそういうので対面して音出せて、まあ、それでそれを聞き手が、あの客席はいなくても配信できた時のその喜びとかね、やっぱりああいうの忘れないですよね。でもなんか本当思い出すと結構辛いことはありましたね、まあ、ありましたね、なんかね、やっぱり、まあ、精神的にあの本当にダメージ受けちゃった ね、の方いますよね。またキャンセルかとかね、そうそうそう、そんなのでね、本当にキャンセル慣れしちゃって ね、またキャンセルか ね、本当そんなのが、まあ、とにかくね、まあ、またキャンセルか的なことは一応なくなりましたよね。ね、いや、ようやくね、ちょっとその長いトンネルを抜けたかなって感じで、また来年はいいね。ただ、あれですよね、残ったことない、まあ、具合悪い時は出てこないっていうのはまあね、まあ、今日のスタッフさんもちろんそうですけど、そうそう、ね、具合悪い人出てきてこないっていうのは、あの昔は、はてでも来いみたいなね、そう、それが、どうぞどうぞお休みくださってね、まあそこは良かったと思いますけど ね、それはね、それは正常化して良かったと思いますけど、ね、そうなんですよ、だからいろんな捉え方が変わりましたよね、ということで ね、まあそういうことで、あの、はい、まだコロナは完全にあの、なくなっていませんので、なくなったね、それはもういくらだとコロナっていろいろあるから ね、本当あの、まあそれはそれなりに対応しなきゃいけないけど ね、ということで、あの、はい、アズリ FM ではこのように、開局当初からあのコロナ対策、怠ることなく、行っております。このような対策をしております。ご覧ください。ということで、はい、まあ、ウィズコロナだいぶね、本当にあの、この曲ってあれですもんね、もうそのまさにコロナ時代に始まったぐらいに近いでしょ。そうですそうです、ね、もうほぼ同時ですよね、ほぼ同時ね、まあすごい、ピンポーン、そうなんですよね。だから本当ね、もう最初からそういう前提でいろんな業務に始めたってこと で、このね、あのプラスチック の、あのあれやってましたもんね、やってましたね、はいはいはい、あれもね、あれもなかなかフェイス、あれもフェイスガード、フェイスガードなかなか、あとあのね、フィルム、あのあれアクリルのカーテンですか、 ね、あれこう歌ってて反射しちゃってね、ちょっと船酔いみたいになっちゃうんですよあんなのもね、ちょっともうね、でもあ、まあ、とにかくね、随分不自然な努力、いろいろね、せざるを得なくて本当大変でしたよね。そうですよね、はい、ということで、まあ、あの振り返りつつ、そしてあの新たな2024年への、ね、希望も、語りながら、過ごしていきたいと思いますが、先週ですね、こちら私こちらの局には来ないでですね、放送はさせていただいたのは、実は、パッパラーさんのスタジオをお借りして、パッパラー河合さんとともに、お送りしたんですね。お誘いしたんですけどね。ちょっとね、はい、まあ、いろいろ事情。いろいろ事情。で、あの、パッパラーさんの時、本当にあの、生の時はもうこんなにね、もうばば、ああ、写真ありがとうございます。スタジオからです。はい、あのね、サンプラザさんとかもここでから配信したり、あの千秋さんとかもね、はいはい、ここでレコーディングしたりっていうシーンを見せていただきましたが、あの生でやるときはあのもうあの X がたくさんコメントが来るんですが、あの録画の時もこうやこのようにちょっといただいております。ちょっとだけ読ませていただきますね、ペロリストさん、お二人のサウナ談義楽しい。私も整ってみたいのですが、サウナは息が苦しくて苦手です。そう、サウナってね、やっぱりちょっと心臓が悪かったり、ちょっと弱いなと思ったり、うん、こう
高低差、あの気温の、ね、高低差にちょっと対応しきれない方はね、うん、やっぱりちょっと慎重になった方がいいと思いますね。それで今やっぱりその整う整わないとかサウナーとかね、サカツとか言いますけど、私そういうのが流行る前からそうスポーツクラブ系の、ね、あのサウナ行ってたので、そ私は割と平気なんですけど、でもやっぱり水風呂入る前はものすごい温めますよね。じゃないとそれで今なんかあのちょっとした浅い知識だと、あの水風呂の後あの椅子に座って整えるらしいんですよ。それで風邪ひいた人は何人もいますからね。そうそうそれダメダメダメ。水風呂の後それダメダメダメ。いやだからやっぱりちょっとやっぱりあのブームに乗るのもねいいんですけど、やっぱり自分のあの体と相談して、そうね、自分の体ってこうなんだなって。だってあのパッパラさんはあのプール開きの時足がピヤッとするじゃないですか、はい、それがもう嫌だっておっしゃるんですよ。だから私はもうそれでわーってウキウキするんですけど、だから人によってその体感って違うので、あのやっぱりサウナはね、あの結構あの倒れちゃう方とかいるらしいんですよね。わかる ね, ねやっぱりそこそこの負担だもん ね, ね, ねだって初めて入った時鼻から鼻どうな焼けです、やけどするのかなと思いましたからね。やっぱり本当にちょっといろいろあの知識をね、あのちゃんとあの持って正しい知識の上にあの やられた方がいいと思います。ということで、あとね、ミラノさん、河合さんゲストで嬉しい、また配信してくだいただきたいですという嬉しい、あのコメントいただきました。あのまたラブコールします。ミラノさんは山口県の萩市に行ったことはありますか？この前日本最古のピアノと河合さんのギターのコンサートがありました。そのね、いらっしゃる前の日にこちらに出ていただいたんですが、河合さんの歌うムーンリバーを目の前に歌ってしびれ、いただきしびれました。ちょっと河合さんのムーンリバーちょっと聞いてみたいですね。どんなんでしょうね、ロッカーの、ね、どんなんでしょうね、でもいい声ですからね。私はねまだ萩市は行ってないんですよ。ということで、あと楽しんでいますとかね、あの本当にいろいろ聞いてくださいまして、私あとね、あのミラノさん大好きっていうことで、あのそれはパッパラ河合さん効果っていうことでね、本当ありがとうございます。ちょっとねパッパラ人気にあのあやかってしまいまして、まあこのまま私もでも面白かったですよ ね, 僕はね一緒に ね, あのそう、なんか結局その日は、演奏したのは卒業写真の伴奏だったかもしれない。その後ちょっとファミレスでね、3人でね、あのスイーツ男子と私であのファミレスでちょっとね、あのよもやま話をねしたら、そしたらね、河合さんの古いお友達が違う他局のラジオをね、あのの収録だったんですよって駐車場で会ってね、びっくりしましたね。ね、やっぱり、ね、どこでも有名なんですね。ということで、河合さんまたお待ちしてます。私もまたスタジオも行かせていただきます。またねちょっと面白いねあの企画をねあのしてますので、それをご披露できる日をあの楽しみにしてください。よろしくお願いします。ではあの一つだけ、また毎週刷り込みのようにね皆さんに聞いていただいておりますスタートアップ、あの終わりアズリ FM の、オープニングソングを、パッパラさんアレンジでミラノ作曲、高橋秀樹社長作詞、あの今年最後にまたお聞きいただきたいと思います。その間にミラノ食堂のねあの映像画像もご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。So
ありがとうございます。ミラノ食堂ご覧いただきました。あの前半は私の手作りで、あのちょっとね娘のお友達が来るというので頑張って作ったんですが、後半ちょっと和テイストな感じはあの忘年会の居酒屋の料理ということでなんか何の脈絡もなく、お送りいたしましたが、あのいつもねあのお送りし忘れてしまうので、ご覧いただきました。今年最後のミラノ食堂でした。あ、それからね、あの毎週あの申し上げてるあの鳥越神社のね、あそこの見えます、イチョウの木でね、もう四季を感じてるんですが、とうとうほぼね葉っぱなくなりますね。あんなに黄色だったのに、本当にこのやっぱり日本の四季っていいです ね。それがね、本当なんとも言えない、その移り変わりですよね。はい、でその銀杏はあの初詣の時に売られてますから。あ、そうなんだ。はい、なんか銀杏取らないでくださいとかって張り紙がしてあったねやっぱり勝手に取っていく人いるんだろうね、やっぱりね。なんかここの大粒でしたね、干してるの見たらね。あ、本当、ブランドです、ブランドということで、まあ本当にイチョウも1年ありがとうございましたっていうことでね。はい、じゃあともさん、なんかもうこれから いっぱい時間使って、まあ、今年最後の ね生ライブやりましょう、やりましょう、やりましょう、はい、お願いします。まずじゃあともさんの好きな曲を好きな曲、はい、はい、今年の心境を今年の心境ってあんま変わるの。そうですね、今年の心境ですか。じゃあ、 あの今年の心境っていうほどでもないんですけど、チェンジザワールドっていう曲やりますね。いいですね。ね、実際はワールドハウスチェンジって感じなんですけどね逆だよね、じゃあね、チェンジザワールドいきましょう。お願いします。ありがとうございます。いいですね。なんかあのこう午後にこんな
音聞いちゃって、なんかあの贅沢な感じですねこのあの喧騒を離れみたいな感じで、はい、はい、聞かせていただきました。じゃあ早速もう一曲くらい、あ、また後で織り込むとして、じゃあ、よく私1曲目に歌わせていただいてます、はい、これですね、ガーシュウィンのナンバーから Our Love is Here to Stay お送りします。バンバタンタン、盛大なる拍手がOur Love is Here to Stay お送りしました。じゃあ次はですね、あのまったりラブバラードですね、バラードをお送りします。ミスティ、Look at me, I'm a
as helpless as the kitten of a dream. And a feeling clinging to a close I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and the thousand bio leaves begin to play, and a feeling it swells. Oh, hello, the music I get misty, this moment yearning. You can say that you lead me on, but you just wanna want you to do. Don't you notice how hopeless am I lost? Just what I follow in you. Oh, my own, would I wander through this water I alone? To lie from my left, my hand from my glove, and took misty into my can say that you lead in your but it just what I want you to do. Don't you notice how hopeless am I lost? Just what my own, would I wander through this water I alone, never knowing to lie from the left, my heart from my glove, I'm too misty and too much in love. I'm too misty. And too much in love. Yay. ギター山口智もミスティーをお送りいたしました。ミラノありがとうございますありがとうございます、
またね、今度はちょっとまた明るい感じで、まあね、クリスマスに皆様何をいただいたか分かりませんが、まあ、私とかね、あのミュージシャン貧乏ですからね、総じて貧乏ですから、まあね、あの一部を除いて、ね、除いてね、はい、あのでは与えられるのは愛のみというね、はい、I can give you anything but love お送りしたいと思います。愛を込めてお送りします。 1, 2, 1, 2, 3, 4。I can give you anything but love, baby. That's the only things I plan on, baby. Dream away, scheme away. Where should to find happiness? And I guess all the love you always pay for, G. I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelet.Doesn't sell, baby. Till the lucky day, you know darn well, baby. I can give you anything but love. I can give you anything but love, my baby. That's the only things I plan on, baby. Dream away, scheme away.Where should to find happiness? And I guess all the life you always pine for, G. I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelet for a dozen sale, baby. Till the lucky day, you know darn well, baby. I can give you anything.皆様にあの愛のみの愛は届きましたでしょうか。ということで I can give you anything but life をお送りしました。ここでまたちょっと自分がサボりたいわけじゃないんですが、なんかあの聞かせていただける曲などありますでしょうか。じゃあ一曲ね、いや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 、あの今度はじゃあ山口さんもボサノバのスタンダード、あいいですね、コルコバードって曲やりたいと思います。コルコバードの丘っていうのがあるんですよね。そう、ね、行ったことないですけど、行ったことないね、リオデジャネイロにあるんですね。ね、行ってみたいですけど、まあ、ちょっと治安が怖いですね。ということでコルコバードをお聞きいただきたいと思います。
温かいあのアズリのスタッフの皆さんの、あの迅速な対応でコルコバードの丘がすごいですね。これですね。まあ本当にこんなね景色を直に見てみたいですけどね。地球の裏側ですから大変ですよね。行くのね、23時間でしたっけ。まあ、すごいかかりますね。ね、あの、うん、この間あのトモさんのと一緒にあのライブ赤坂でやった時にあのすごいあギターいいですねって言ってくださったあの某商社の副社長はあの元副社長はあのブラジルが長いんですよ。でもうミスターブラジルみたいに言われてて、やっぱりあのそれで危険だけどすごい好きだって言ってましたね。でもそれこそあの駐車自分の家の駐車場でこれやられたって言って、あ、ね、大変ですよ ね、 ね、 本当ね。だってやっぱり友達でね、そのブラジル駐在員、会社の駐在員やってた人、車もあの防弾ガラス、そうですよね。それは大変なところですよ ね、 ね、本当、はい。ただやっぱりあのシュラスコはあの美味しいお店、すごく美味しそうです、ね、現地の、まあ、現地ものね、差はあるらしいですけどね、やっぱりあのそういうのはあのもう結構ソウルフードみたいになってるみたいですね。ああいう方は駐在が長かった方はね。で奥様はやっぱりあの駐在中危険だから毎日ラウンドしてたんです。だからご主人よりゴルフ上手なんですよ。毎日ゴルフラウンド、ゴルフ場の方が安心だからっていうことで。ゴルフ場は危険ないの？割と危険がないらしくて。あ、そうなんだ。毎日行ってらしたっていうことで。なるほどね。ご主人の上を。なるほどね。上手くなっちゃったのね。そんな話を聞きましたけどね。まあね、ちょっと海外も行きたいですね。まあ来年はまたちょっと地方をご一緒したいと思いまして、そうですよね、親分がねまたあの、うん、ボスが、うん、あのまた落ち着いたら春ごろ、そろそろ北陸もいいねっていうことでね。まあ、そうですね。ね、北陸もね、今北陸の方があのもう結構みんなあちらでイベントがいっぱいね、うん、あの詰まってるので私たちの入り込む隙が割となくなっちゃって。なくもないんですが、また呼んでください、まあまね、コラボしてくださいね。もう本当に向こうにねいっぱいお友達できて楽しいですよね。あのもう人気、ね、人気ギタリストとなってて、ウクレレリストですよね。そうそうそう、なんかもうすごいファンができて行列になってましたから。行列本当に、ね、でもね、現地ですごいそのウクレレフレンズ ね、 ね、僕ウクレレもやるんですけども、ね、今日ね、今度持ってきてみますか ね、 ね、一度ぐらいね。そうですね、あ、そうです ね、 ね、ぜひぜひ。はい、ね、ともさとは、来年は年明けはすぐなくて2月の23 27日があの、ね、あのメビウスであの最強ボーイズ、と、ミラノバースデーリアル、あ、リアルじゃないんです、バースデーライブがありますので、ぜひ皆様メモメモお願いいたします。ということで、まあ、あのもうちょっと歌わせていただきますので、今日はもうたっぷり歌わせていただきますので、じゃ あ、 あの酒とバラの日々など、はい、ね、酒とバラの日々、ワインとね、バラがある生活なんて本当に素敵だなと思うんですが、まあ実際これの映画は、ね、結構もうちょっと辛すぎる、ちょっと辛すぎる、びっくりしちゃったんですよ。アルチやがてその道をみたいなね。でさ、なんかもうね、最後2人別れになんか、なんか、あれみたいな、ちょっと救いがなかったと、ちょっとタイトルとか ね、 曲は綺麗なのにね、ね、もうタイトルみたいになって幸せなんだろうって、もう好きなものばっかりみたいな感じでね、ですが、でもまあ歌は素敵な歌なので聴いてください。酒とバラの日々、The Days of Wine and Roses。 1, 2, 1, 2, 3, 4。That's what's there before.
The lonely night discloses of the passing breeze, filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of white roses and you. ね、この白黒のモノクロの、ね、あの2人でグラス持ってますねこの破滅への一杯が一杯じゃないのかな、なんかもうベッドに横たわってますからね、本当に、まあ、待ってこれすごい映画すごいですね、ありがとうございました、もう迅速なる対応本当にありがたいです。ではあのお別れギリギリまでもう一曲お送りしたいと思います、今度はあの夢のある曲で、オーバーザレインボーお送りします。ジーリンだっけ、はい、あそこ見せない。
Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles make like lemon laps away above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly.今年もありがとうございました。皆さん来年またお会いしましょう。ミラノ通信でした。山口智子ミラノありがとうございました。お元気でー。